コジ列車コジ列車はアメリカ合衆国の人口が密集した東海岸の都市から中西部の農村部の里親たちのもとへ古事たちを大規模に移動させようとした児童福祉的なプログラムである。コジ列車は1854年から1929年まで運行され約25万人の子供たちが移住させられた。コジ列車運動の共同創設者は これらの子供たちは、孤児や捨て子、児童虐待の被害にあった子、あるいはホームレスだったと主張していたが、これは必ずしも真実とは言い難い。この子供たちの多くは、新規の移民の子や、東海岸の諸都市の貧しく貧困にあえいでいるような、家庭の子であった。三つの事前団体、子供らの村、児童援助協会、そしてやや遅れて、ニューヨーク孤児養育院は、 これらの子供たちを救済するために尽力していた。これらの施設は裕福な寄贈者によって支えられ、専門的な職員によって運営されていた。これら3つの施設は、1850年代にニューヨークで推定3万人を超えるホームレス、孤児、放棄された都市の子供たちを全国の里親に預けるプログラムを開発した。子供たちは孤児列車、または 赤ちゃん列車と名付けられた列車で、電車で新しい家族のもとへ運ばれた。この子供たちの移送は1920年代に終わり、アメリカで組織化された里親養育が始まりまった。アメリカ合衆国における最初の孤児院は、言い伝えによれば1729年にミシシッピー州のナチェズで設立された。しかし、制度としての孤児院は、 初期の19世紀の前に珍しいものであった。当時、親戚や近所の人は、普通に両親を亡くした子供を育てていた。そういう約束時があるわけでもなく、裁判所がそれに絡んでくるなどということもなかった。1830年頃ニューヨーク市などの東部の大都市で、ホームレスの子供たちの数が爆発的に増加した。八百五十年、ニューヨーク市には、 推定1万人から3万人のホームレスの子供たちがいた。一部の子供たちは、両親が腸チ,チフス、黄熱病、またはインフルエンザの流行で亡くなって孤児になった。他の人々は貧困、病気、または死壁のために捨てられた。多くの子供たちは、生き残るために待ち、ボロ切れ、または新聞を売っていた。街頭での暴力から身を守るために、 彼らは団結してギャングを結成した。1853年、チャールズ・ローリング・ブレースという若い大臣がストリート・チルドレンの球場に関心を持つようになった。彼は児童援助協会を設立した。初年度、児童援助協会は主に少年たちに宗教的指導と職業的及び教育的指導を提供した。やがて、社会は国内初の家出シェルターである。 ニュースボーイズロッチングハウスを設立した。そこでは、不老者の少年たちが安価な部屋と下宿、そして基礎教育を提供された。ブレースと彼の同僚は、個々の子供たちの仕事と家を見つけようとしたが、すぐに、それを必要とする子供たちの数の多さに手配が間に合わなくなった。ブレースは、養子縁組のために、子供たちのグループを地方に送るというアイデアを思いついた。 ブレースはストリートチルドレンがニューヨーク市での生活の貧困と堕落から逃れ代わりに道徳的にもまっとうな農家で育てられればより良い生活を送ることができると信じていた拡大する農地での労働の必要性を認識しブレースは農民がホームレスの子供たちを歓迎し彼らを彼らの家に連れて行き彼らを彼ら自身のものとして扱うと信じていた彼のプログラムは 現代の里親や養育の先駆者であると言ってもいいだろう。コネチカとペンシルベニア、そしてニューヨーク近郊の田舎の農場に子供たちを個別に派遣した一年後、児童援助協会は1854年9月、中西部への初めての大遠征を開始した。小児列車というフレーズは1854年に子供たちをその生まれ故郷から鉄道を使って、 子供たちを輸送する際に最初に使用された。しかし、古事列車という用語は、古事列車プログラムが終了してからかなり経つまで、一般には使用されなかった。児童援助協会は、古事列車に関連する部門を、当初は移民局と呼び、次に家探し局、最終的に里親局と呼んでいた。その後、ニューヨーク古事を育員は、赤ちゃん、または、 自費列車と呼ばれるものを送り出した。組織や家族は一般に、孤児列車の乗客を指すために、家族配置、または配置外という用語を使用した。孤児列車という用語が広まったのは、1978年に CBS が、孤児列車という架空のミニドラマシリーズを放送した時である。 この用語が採用担当者によって使用されなかった理由の一つは、電車に乗った子供たちの半分足らずが実際に、孤児であり25、25%以上の人の両親が、すでに存命ではなかったということによる。両親と一緒に住んでいる子供たちは、家族がお金やそもそも彼らを育てる気がなかったり、または虐待されたり、見捨てられたり、逃げたりしたために、孤児電車に乗せられたり、 孤児院に入れられたりした。そして、多くの10代の少年少女は、単に仕事や市内から逃げ出すための無料チケットを求めて、孤児列車のスポンサー組織に向かったのである。孤児列車という用語も誤解を招く。なぜなら、配置された子供たちのかなりの数は、新しい里親や家庭に、鉄道で行ったのではなく、何人かはあまり、遠くまで行かなかったから。最も多くの子供を受け入れた州は、 ニューヨークだった。コネチカとニュージャージー、ペンシルベニアもかなりの数の子供たちを受け入れている。古児列車の時代のほとんどを通して、自動支援協会の官僚機構は地元の配置先とその最も遠い配置先の区別さえでさえしていなかった。それらはすべて同じ記録簿に書かれ、全体的に見て同じ人々によって管理されていた。また、 同じ子供が一回は西部に連れて行かれ、次の機会はニューヨーク市で里親を探すという可能性があったので、ある。45人の子供たちの最初のグループは1854年10月1日にミシガン州ドージャックに到着した。子供たちは不快な状態で何日も旅を続けた。彼らには児童援助協会の EP スミスが同行していた。スミス自身は マンハッタンからの川船の二人の異なる乗客に彼らの身元をチェックせずに男の子を養子縁組させた。スミスはアルバニーの鉄道構内で出会った少年を追加した。スミスはその少年が孤児になったという経緯を確認することもしなかった。同ー・ジャックでの集会でスミスは男の子は便利で女の子はあらゆる種類の家事に使用できると弁舌を振るいながら 聴衆の共感を集めた。スミスは、児童援助協会が発表した旅行の報告で、子供を産むためには、申請者は牧師と治安判事からの推薦が必要であると述べたが、この要件が厳密に施行された可能性は低い。その初日の終わりまでに、15人の少年と少女が地元の家族に託された。5日後、さらに22人の子供が養子縁組された。 スミスと残りの8人の子供たちはシカゴに旅行し、そこでスミスは彼らをアイオワシティへの電車に乗せ、そこで地元の個人院を運営していた CC シーシータウンゼント牧師が彼らを連れて行き、里親を見つけようとした。この最初の遠征は大成功とみなされ、1855年1月に社会はホームレスの子供たちのさらに2つのグループをペンシルベニアに送った。 小児列車のチラシ小児列車が停車した町では地元の著名人の委員会が組織された。これらの委員会は養子縁組のための場所の手配、イベントの宣伝、小児列車グループの宿泊施設の手配を担当した。これらの委員会はまた養子縁組に関心のある地元の家族の適性について児童支援協会と協議することを要求された。プレースのシステムは 見知らぬ人の優しさに信頼を置いている。小児列車の子供たちは無料で家に入れられ、農場周辺の雑用を手伝うための追加の手として役立つことが期待されていた。家族は生まれながらの子供と同じように育て、まともな食べ物と衣服、一般的な教育、そして21歳になった時に100ドルを提供することを期待していた。 児童援助協会によって配置された年長の子供たちは彼らの労働に対して支払いを受けることになっていた。法的な養子縁組は求められていなかった。児童援助協会の少年が家に配置される条件によると12歳未満の少年は学校、衣服、訓練の問題で自分の子供の一人として申請者によって扱われることになっており、 少年は12歳から15歳までと定められていた。毎年の一定時期は学校に通えることになっていた。教会の代表者は年に一度各家族を訪問して状態をチェックすることになっており、子供たちは年に二回教会に手紙を書くことになっていた。何千もの里藤家庭を監視する担当者はほんの一握りしかいなかった。電車に乗る前に子供たちは新しい服を着て、 聖書を与えられ、西に同行した児童援助協会の担当者の世話を受けた。何が起こっているのかを理解している子供は、ほとんどいなかった。一度、どんな状況に置かれているのかがわかると、彼らの反応は、新しい家族を見つけることへの喜びから、関係者が帰ってしまうときに、追い出されることへの怒りと恨みにまで及んだ。電車の中で、ほとんどの子供たちは白人だった。 英語を話さない子を同じ言語を話す子と一緒に配置する試みがなされた。ドイツ語を話すビルランドカマーは1920年代に未就学児として小児列車に数回乗った後、ネブラスカのドイツ人家族に受け入れられた。赤ちゃんは配置するのが最も簡単だったが、14歳以上の子供たちの家を見つけることは彼らが自分のやり方に固執しすぎたり、 悪い習慣を持っているかもしれないという懸念のために、佐藤屋探しはいつも厄介だった。身体的、または精神的に障害のある、または病気の子供たちは家を見つけるのが困難だった。多くの兄弟が小児列車で一緒に送られ、ジータが将来の佐藤屋は、兄弟を別れ別れにさせて、子供を一人だけを連れて行くのが常だった。多くの古児列車の子供たちは、 年齢、性別、髪の毛と目の色を指定して注文した家族と一緒に暮らすことになった。他の子たちは、鉄砲から地元の劇場に行列で行進して、そこでステージに上げられたため、養子縁組という用語の由来となった。国立古事列車資料館の展示パネルによると、子供たちは順番に名前をつけたり、ちょっとした歌を歌ったり、曲を言ったりしたとのことである。 オクラホマパンハンドル州立大学の歴史学教授で、あるサラ・ジェーン・リヒターによると、子どもたちはしばしば不快な経験をしたという。人々がやってきて、彼らをからかい、見て、感じて、そして彼らがいくつの歯を持っているかを見た。新聞の報道は、新しい子どもたちのグループの到着に出席して、賑わい、そして時には、オークションのような雰囲気を伝えている。 1912年5月、ネブラスカ州、グランドアイランドのデイリー・インディペンデントは、注文した男の子、女の子、好みの明るい赤ちゃん、暗い赤ちゃんがいて、注文は適切に行われ、すべての新しい親が喜んでいましたと報告している。とても健康的な赤ちゃんで、誰もがこれまでに見たものと同じくらい綺麗です。ブレイスは、彼の執筆と講演活動で、この プログラムのために資金をかけ集めた。裕福な人々は時折、子供たちの列車を講演した。ジョン・ジェイコブ・アスター3世の妻である、シャーロット・オーガスタ・ニブスは、1884年まで2113人の子供を列車で西に送った。鉄道は、子供と彼らの世話をしたエージェントに割引料金を与えた。児童支援協会は、 1855年から1875年まで、毎年平均3000人の子供を列車で送り出していた。個児列車は45の州だけでなく、カナダとメキシコにも送られた。運動の初期の段階では、インディアナ州は最も多くの子供たちを受け入れた。児童支援協会の個児列車プログラムの開始時、ブレースは熱心な奴隷制度廃止論者であったため、子供たちは、 南部の州に送られなかった。1870年代までに、ボストンのニューヨーク小児養育員と、ニューイングランドホームフォーリトルワンダラーズは、すべて独自の小児列車プログラムを持っていたニューヨーク、小児養育員は、1869年、ニューヨーク事前女子修道会のシスターアイリーン・フィッツ・ギボンによって、捨てられた幼児の避難場所として設立された。シスターたちは、 これらの子供たちをカトリックの家庭に預けるために中西部と南部の被災たちと協力して活動した。養育院は1875年から1914年までの間に事前に手配されたローマカトリックの家庭に乳幼児を送り出した。目的地の教区民は子供を受け入れるように求められ、教区司祭は承認された家族に申請書を提出した。この監修は最初は 赤ちゃん列車、後に、自費列車として知られるようになった。1910年代までに、年間1000人の子供が、新しい家族と一緒に配置された。バートンカウンティコミュニティカレッジのリンナ・マッカフェリー教授は、孤児列車の様々な経験について、次のように説明している。多くの子供たちは、奴隷のような農場を労働者として、重労働に従事させられた。しかし、彼らは、 彼らを愛し、可愛がって、教育も受けさせてくれる素敵な家族のもとに、たどり着くという夢のような子供たちの物語もたくさん存在する。小児列車の子供たちは、列車の子供たちであるというクラスメートの偏見から、一生家族の中で、部外者のように感じることまで、様々な障害に直面させられた。多くの田舎の人々は、小児列車の子供たちを、 酔っ払いやば愛春婦の手に負えない子供とみなしていた。孤児列車運動に対する批判は、適切な調査なしに、最初の佐藤や縁組が急いで行われたこと、及び配置に関する、フォローアップが不十分であったことへの懸念に焦点を合わせていた。事前団体はまた、彼らの世話をしている間に配置された子供たちを、追跡していないことで批判を受けた。1883年、ブレスは、 独立した調査に同意した。地元の関西委員会は、佐藤の的確審査に効果がなかったことを突き止めた。監督は緩いものだった。多くの年上の男の子が逃亡していた。しかし、その委員会の調査の全体的な結論は、肯定的だった。14歳未満の子供たちの大多数は満足のいく生活を送っていた。子供たちへの応募者は、地元のビジネスマン、 大臣、または医師の委員会によって、的確審査をされることになっていたが、スクリーニングが非常に徹底的に行われることは、滅多になかった。小さな町の大臣、裁判官、及び他の地元の有力者は、彼が友人、または顧客でもある場合、潜在的な里親屋を不適格として拒否することに、しばしば二の足を踏んだのである。多くの子供たちは、 名前の強制的な変更と相次ぐ移動でアイデンティティを失った。1996年、アリス・アイラーは私は自分の始祖性を知っているので幸運なうちの一人だった。彼らは過去との接触を許さないことで列車に一緒に乗った若い子たちのアイデンティティを奪ったのだと語った。西部に連れて行かれた多くの子供たちはニューヨーク、ボストン、または 他の東部の大都市のストリートチルドレンで一般的に多くの家族が期待する従順な子供ではなかった。1880年インディアナ州のコフィンは都市からそのように投げ出された子供たちは彼らが投げ出されたい中の場所で多くの腐敗の原因となっている。そのような子供たちはほとんど役に立ちませんと要約している。いくつかの配置場所は小児列車が東海岸から 西部のコミュニティに望ましくない子供たちを登記していると非難した。1874年全国刑務所改革会議はこれらの小事列車の企てが西側での刑務所にかかる費用の増加をもたらしたと非難した。年長の男の子は彼らの労働の支払いを望んでおり、時には追加の支払いを要求したり、より高い支払いを受けられる里親を見つけるために、 里親の元を離れたりした。若い男性が配置変更の80%を開始したと推定されている。電車に乗った多くの子供たちの一人にリー・ネディングがいた。リーの母親は病気で亡くなった。彼女の死後、リーの父親は子供たちを養う余裕がなかった。別の小児列車の子供はアリス・アイラーという名だった。アリスの母は シングルマザーで子供たちを養うことができなかったので、アリスは里親を求めて、小自転車に乗ることになった。旅の前、彼らはベリーと緑の水で暮らしていた。カトリック聖職者は一部の慈善団体がカトリックの子供たちを恋に、プロテスタントの家に預けて、彼らの宗教的慣習を変えていると主張した。ニューヨーク市の貧しいローマカトリックの子供たちの 保護協会は1863年に設立された。保護者は孤児院を運営し、ブレースのプロテスタント中心のプログラムに応えて、カトリックの若者のためのプログラムを展開した。ユダヤ人の子供たちの里親探しに関して、養子縁組による同様の改心の求めがなされた。すべての孤児列車の子供たちが本当に孤児であったわけではないが、他の州に配置されるために、 彼らの生物学的な家族から強制的に連れ去られて孤児にされなければならなかった。これは移民のカトリック家族を解散させることを目的とした意図的なパターンであると主張する人もいた。奴隷制度廃止論者の中には、年期暴行を奴隷制の位置形態とみなして、西洋の家族を持つ子供たちの配置に反対した人もいた。孤児列車は訴訟の対象であり、 一般的に子供を取り戻そうとする親が訴えた。訴訟は、里子配置の結果として、金銭を失った、または危害を加えられたと主張する受け入れ親、あるいは家族によって、時折提起された。ミネソタ州共生事前委員会は、1880年から1883年の間に、ミネソタ州の古児列車による里親探しを検討した。委員会は、 子供たちが請求に配置され、配置について適切な調査が行われなかったにもかかわらず、ひどい扱いを受け、または虐待された子供は、ごくわずかだという結論に達した。報告書は、彼らの地域自治体の裕福な有力者からの圧力に左右された地元の委員会のメンバーを批判した。理事会はまた、年長の子供たちは、彼らを働かせて、 金が稼げると期待する農民のもとに頻繁に預けられていることを指摘した。理事会はすべての申請と配置を調査及びレビューする際に優勝の代理人が地元の委員会にとって変わるか補佐することを推奨した。非常に込み入った訴訟は1904年のアリゾナ準州の小児列車の佐藤屋紹介からなした。ニューヨーク小児養育院は 18ヶ月から5歳までの40人の白人の子供をアリゾナ準州の教区のカトリック家族に委託するために送り出した。地元の司祭によって里親が承認された家族はその後の訴訟でメキシコのインディアンであることが判明した。これらの子供たちに付き添う修道女たちは地元の白人とメキシコ系グループ間の人種的な緊張に気づかず白人の子供たちを メキシコのインディアンの家族のもとに里子に預けた。即時、隣地のボート団と名乗る白人男性の徒党がメキシ系のインディアンの家から子供たちを強制的に連れ出し、彼らのほとんどを白人の家族のもとに預けた。何人かの子供たちは孤児養育院に戻されたが、19人はアングロアリゾナ巡州の白人家族のもとに残った。孤児養育院は これらの子供たちの帰還を求める人身保護の令状を提出した。アリゾナ最高裁判所は子供たちの最善の利益のために彼らが新しいアリゾナの白人の家族のもとに泊まることを望んだと判決を下した。上訴では合衆国最高裁判所は子供たちの返還を求める人身保護の令状が令状の不適切な行使であると認定された。 人身保護の令状は、逮捕及び肌の色、または、令状の主張による、強制投獄の場合にのみ使用されるべきであり、子供の看護権を取得、または譲渡するために使用されるべきではないというのである。これらのイベントは当時、羊のように売られた赤ちゃんという見出しの新聞記事で、広く報道され、ニューヨーク小児養育院は、何年もの間、 子供たちを車で全国に輸送して、牛のように売りりさばいたと評された。西部への移住が定着するにつれて、養子の需要は減少していった。さらに、シカゴ、クリーブランド、セントルイスなどの中西部の都市は、ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィアが1800年代半ばに経験した、育児放棄された子供たちの問題を経験し始めた。これらの都市は、 自分たちの孤児を世話する方法を模索し始めることになった。1895年、ミシガン州は、州外の子供たちが州内で公的責任を負わない、ことを保障する交際を支払わずに、州外の子供たちが地元に配置されることを禁止する法律を可決した。同様な法律が、インディアナ、イリノイ、カンザス、ミネソタ、ミズーリ、およびネブラスカによって可決された。 これまで一つないし複数のニューヨークの慈善団体といくつかの西部の諸州との間で交渉された合意により、これらの州に子供を継続的に里子として預けることができていた。こうした協定には配置された子供たちの担保としての大きな絆が含まれていた。しかし、1929年に慈善団体が育児支援戦略を変更したため、これらの契約は執行し、 更新されることはなかった。最後に家庭内の家族支援を提供する法律が可決されたため、個事列車の必要性は減少した。事前団体は子供を配置するための介入の必要性を制限する貧しく貧しい家族を支援するプログラムの開発を始めることになった。1854年から1929年の間に、 推定20万人のアメリカ人の子供たちが新しい家を求めて鉄道で西に旅をした。児童援助協会は移住された子供たちが社会の信頼できるメンバーに成長した場合に成功したと評価し、頻繁な報告が成功事例を記録した。1910年の調査では田舎の家に送られた子供たちの87%がよくやったと結論付け、 8%がニューヨークに戻り、残りの5%が死亡、失踪、または逮捕された。子供は施設よりも家族の下でよりよく養育されるというブレースの考えは、今日の里親養育でも最も基本的な信条である。ユニオンパシフィック鉄道のカンサス州、コンコルディア駅の再現施設アーカンソー州、スプリングデールで1986年に、 設立されたアメリカ古児列車記念協会は古児列車時代の歴史を保存している。カンザス州コンコルディアにある国立古児列車記念館は古児列車運動、それに参加した様々な施設及び列車に乗った子どもたちと担当者に捧げられた博物館と研究センターである。記念館は復元された国家歴史登録財に登録されている。 ユニオンパシフィック鉄道のコンコルディア駅の中にある。記念館は列車に乗った子供たちの物語や預けられた家を保存し、研究スタッフを抱えている。博物館が提供するサービスには、小児列車の乗客の研究、教材、写真や、その他の記念品のコレクションが含まれている。ルイジアナ小児列車の博物館は2009年に設立された。場所は、 ルイジアナ州オペルーサスのルビウ村の歴史公園の中に復元されたユニオンパシフィック貨物駅の中である。博物館には子供と大人の両方の小児列車の乗客のオリジナルの文書、衣服、写真のコレクションがある。大多数が里親に合法的に養子縁組されたため子供たちが南ルイジアナのコミュニティにどのように同化したかに特に焦点を当てている。博物館は ルイジアナ古児列車協会の本拠地にもなっている。この協会は1990年に設立され、2003年に博物館と契約を結び、博物館にスタッフを配置し、歴史的なアウトリーチを実施し、乗客の話を調査し、家族の再会に似た大規模な年次イベントを主催している。古児列車に乗った子供たちの多くは、以下の施設から送り出されてきた。ありがとうございます。